はい、こんにちは。やすです、えー。9月も終わったということですね。今日は、えー、9月の振り返りと、えー、今後の投資方針について、えー、話していこうと思います。まあ、主にね、なんかまあ私がまあね、今後の先の相場を考えてまあ9 10月どうしていこうかなという考えでね、まあ、ちょっとまあ自分自身向けの記事だったり動画だったりしますので、まあ、なんかちょっとこう あのそういうい感じの内容になります、はい、でね、ここから先ね、見ていただく前に、ぜひあの、いいねとかね、チャンネル登録して、見ていただけると非常に嬉しいです。では、やっていきます。えー、っと、まあ、まとめなんですけども、まあ、長期的には横、ま、横、あ、して、南朝相場が続くと考えてます。えー、っと、来年の1月の決算ぐらいまではね、ナスダック、ダウ指数、ね、あ、そう、GAFAM、 この辺は結構難聴相場が続くのかなと思うので、まあ、10月はまあ、あんまし手を出さずに、今のポート量のまま動かさずに、まあ、えー、と新規メ柄、注目メ柄に打診買いをちょっと入れるくらいかなというふうには考えています。で、大統領選でボルティティがすごい高いので、うんで、結構今、PSR とかもね、高いので、結構、 な何かが起きれば結構大きく売られることがあるのかなと考えているので逆差しにはすごく重要だなと考えていますで、えーと。あとは銘柄は成長力が高いもの、ペースルーには気をつけて、えー、入った方がいいかなと考えています。注目領域はヘルスケア、イコマ、反発需要銘柄、売電銘柄というあたりを考えています、はいでえーと。まずパフォーマンスなんですけども。 えっとまあ、私、ですね2018年からまったりやってたんですけども、コロナショックを前にポジション全部解消しました、まあ、コロナが広がるから危ないなということで解消で、4月1日くらいからですね徐々に入り始めてきましたで、今のところ4月1日から9月30日のトータルのパフォーマンスはプラス33%、えー、9月パフォーマンスはマイナス6%で、この数字だけを見ると、999とか VOO に負けてるんですけども、実は結構、からくりがあって、 あのー、9月はです、ね、資金をかなり投下しました、これを見て分かると思うんですけども、7月、8月って、あの資金の量があのそんなに、すみませんね、金額非公開でいきたいと思います、えー、資金がそんなに7月、8月で増えてないんですけども、9月は8月に比べて45%も資金の量を増やしました、でこれはまあ、ね、7、8とね、グロスがすぐ割高だったので、まあ、全体的にはずっと調整を待ってましたと。はい でそんな中で、まあ、7月、8月とね、えー、含み益は順調に成長してきたんですけども、まあ、9月に資金をかなり追加したことによって、えー、含み益の割合が減るということになりました、まああの取得。株の取得平均単価が上がったということですね。で、今、プラス33%になってるんですけども、 まあ実は、含み益自体はあの8月に比べて、ね、プラス22%になっているのでほ、まあ、他の指数が、ね、基本的にマイナス5%とかマイナス6%が減少している中私は一応、含み益を、ね、増やすことには成功しているので、まあ、実質指数には結構大きく勝てているのかなというふうには思ってます。はい、で結構、ね、あの暴落の前暴落ていうか調整の前に売ったりとか、えっと、調整後に大きくね あのリスク取って買ったりして、えーと、それなりにパフォーマンス出してます。はいまあ、その辺ね、具体的に何をやってきたかというのは、ここにブログにまとめてあるので、見てもらえればと思います、はい。で、まあ、私の資金管理の観点から言うと、10月というのは、まあ、結構、ボラティリティも高いし、難聴な相場、グロスから資金が流出しやすい相場になると思うので、 基本的にここから先はあんまり資金を大きく追加することはなく、できるだけ含み益を、ね、上げていきながら資金を追加していきたいなというふうには考えています、はいで。これが現時点でのポートポリオですね、8月と比べて、まあ、あの主力は変わらないんですけども、2軍とか試験銘柄を大きく変わりましたね。これはまた後で個別にやっていきます。はい で9月のトレンドの振り返りなんですけども、まあ、これ、私、8月末にねガファムショックが来るかもしれないっていうブログと動画を出したんですけども、なんか来ちゃいましたね、9月の上旬に。g、まあ、ガファム以外も大きく崩れたんですけども、基本的に結構ガファムが一番ダメージを食らってたのかなと思います。はいうんまあ、この、ね、ブログの中に詳細書いたんですけども、まあ、結局、8月、ね、ガファ a m 中心に PR が本当、パんパンに膨れ上がってたんで、まあ、どっかで。 あの破裂するかなという,ふうには思ってました、はい、で、えっと、ここから先はえっと、一旦そのほとんどガファ a の値動きがほとんど7月末の決算の値まで戻ってきたんですけどもそれでもね PR だけを見たら結構割高なんですよね。なのでなかなか上値が重い展開が続くかなというふうには思ってます。 なので、この上値が重い展開を、ねえー、と解消していくには、多分9月、10月末の決算だと、それほどいい数字は出てこないと思うので、ここでも割高はあんま解消せずに、まあ、もう一回ね、似たような決算で、来年の1月ぐらいにまたプラス10%とか出てくれば、まあ、そこで徐々に徐々に割高感が是正されてきて、また好転するのかなと思うんですけども、基本的に S&P、ナスダック、ダウとかは結構、うん。 次のの年ぐらいいままです横横するのが基本ストーリーリかなという,ふうには思ってますただし、一部の成長力あるグロースに関しては7、8、9とね、7月、8月、9月と割高局面が結構調整されてきたので、結構その9月の大きな調整の後は、結構まあそこそこ割安かなと思える株が、銘柄がちらほられましたで。決算ももうね、10月末に見えてきたので、まあ、そういった中で、 まあ例えば T ドックとかファストリーとかねそういったまあ成長力がありそうな銘柄っていうのはえ新高値をつけてねどんどん上がってくるのかなというふうに考えてます。実際いくつかもう新高値をつけて上がっていってるカーブいくつかあるのであのまあ成長力のある銘柄は10月、11月の決戦に向けて上がっていくかなというふうには思います。はい、でこれは私8月に書いたシナリオなんですけど結構うんその通りになりましたしまああのー ね、9月、10月は GAFA も中心に大型調整を警戒って書いてて、資金をそこまで入れないって書いたんですけども、まあ、大型調整があったので、資金を大きく入れましたと。で、10月の決済からターニングポイントの可能性があると考えてたので、まあ、また9月末の決算でもね、ターニングポイントになりそうな銘柄にはどんどん入れていきましたと。はい、あと9月は大型 IPO がありました。えー、私も記事を書かせてもらい,いただきました、ユニティとスノーフレークですね。あとあ、もう一つ、 いうあの話題になったのが RT、GoodRX というね処方箋のプラットフォームの会社があります。まあこれ私もさっと見たんですけど、なかなか面白そうな会社だなと思ってますし、まあ、もう1個ぐらい、ね、ヘルスケアの銘柄入れたいと思っているので、そう考えたら、まあ、結構 GoodRX はまあまあいいかなというふうに思ってます。こちら私記事書いてないので、トもさんの動画は、ね、こちらに貼っておきましたので、えー、米国のねそのトもさんっていう結構その 詳しいい方がいますでその方が動画を上げてくださっているのでその方の動画を貼ってきましたので、えー、見ていただければなと思います、はいで。10月以降の予想と動きなんですけども、ここにまとめたとおりです、ね、全体的には横横大統領選に向けてボラティリティは高い、成長力のある銘柄だけは伸びる、注目力はヘルスケア、イコマ、反発需要メ売ラ、バイデンうふうに挙げています。で 全体的な相場は南朝横横です。ナスダック、S&P の中心であるガ a ムが絶不調です。で暴落したとはいえ、まだ PR が高値圏にいるので、まあ、特にね、球三の決算もマイクロソフト、アップルとか、それほど見通しがいいものでもないですし、グ、えーグルも見通しよくないですね、アップル、マイクロソフト、グーグルはそんなに見通しがよくないですし、あのーまあ、結構ね、上値が重い展開があるかなというふうには思います。 でえっとまあ、このあと書くんですけどもちょっと大統領選に向かてボラティリティも高いし結構、よこよこする相場なので、まあ、10月ってなんかそれほど新規でインしてもそんなになんか、うん、リスクばっかあって大きく勝てる、うん、相場になるかなというのはちょっと思っているところですんで私としてはまあ新規でね、いた侵害とか、まあ、p f 保有率3%未満のものをね 1, 1、2銘柄買うことはあっても、まあ、大統領選までは基本的に様子見であとは逆差し根を、ね、しっかり張って資金を守っていくという結構ディフェンシブなモードに入るのが10月かなというふうふには考えてます、えー、大統領選向けてボラティリアが高いということなんですけどもちょうど、ね、こ,のきこの記事を書いている前日にです、ね、トランプ大統領がコロナウイルスによって陽性と。 でね入院されるということがありました。まずはねえっ、ー、とまあ政治進展は置いといてねあのトランプ大統領のねあのコロナ1日も早くね回復をお祈りしますとと,ともにまあ対抗候補のねあのバイデンさんとかはね幸運にもあの感染してなかったとっいうことなのでねまずはねまあそういったところはいいかなというふうに思っています。またねトランプさんもコロナ克服してねしっかり出てきて、えー、選挙戦やってほしいですねとは思います。はい。 で早速、あのー、明らかにねこのトランプ大統領がコロナ陽性っていうのは多分選挙に対してはマイナスに働いたと思うのでマーケットは多分バイデンさんの当,当選率が上がったっていう評価だと思うんですよね。まあ今日は経済支援策の話も出るかなっていう感じもあったのでそれがひたすらた説があるんですけどもまあ私としては結構、バイデン になることが想定されても株価っていうのはまあなんか結構落ち着いてたなって思うので、まあ、あの今までは、ね、結構バイデンが当選したらもっと株価落ちるんじゃないかと思ってたんですけども、まあ、それほど落ちないのかなと今は楽観的な考え始めてます。とはいうものの投資行動としては、ね、常に最悪の状態を想定して動かなきゃいけないのでいろいろあるんですけども、まあえっと、私 から言えることとか、私が今からやることっていうのは、本当に逆差し値の設定をしっかりしていくことですね。また、大統領選前後、えー、と決算前後でね、いつな時相場がドカンドカン落ちていくかわからないので、まあ、そうなったにまに、まあ、やっぱ損失をしっかり出さない、あとはしっかり利益を確保する、今、含めいきがある銘柄でも、まあ、半分なり3分の1なりは、浅い逆差し値でしっかり利確していったりとか。 最近、打診買いで、ね、5%か10%あるものとかは、ね、もう間違いなくその買い値ぐらいで設定しておけば、ね、損はないので、まあ、そういった本当にですか、ね、そういった資産を守るための行動というのが本当に将来的なパフォーマンスにつながっていくので、まあ、変な含み損を、ね、抱えることなく、ね、逆差し値、ね、をしっかりさしていくのがいいかなと思います。これはちょっと、ねまあ、私、かなりチキンなので本当に調整があるかどうかわからないんですけども、まあ、結構ボラティリティ高いので、ね、しっかり 逆差しねやっていくことがいいこととが思いますでアップサイドとしてはやっぱ、あのー、低金利だし決算もあるし、ねまあ、まだまだ上に上がっていくような相場感ではあるかなと思うのでやっぱ基本的にはやっぱロングしてないと、ね、その辺のアップサイドというのは取れないので、まあ、ロングしつつ逆差し値をしっかりして、ね、防御を固めていくという感じがいいのかなというふうに思います逆設定の、ね、設定は本当忘れずにこの逆設定のところ質問が多いのでいつかこれは記事にして書きたいなと思っています。 でこれは先日やっぱ書いた記事なんですけども成長力ある銘柄だけは伸びると思ってます、えー、ガファ分も、ね、そんな成長力あるわけじゃないのでまあ一旦 PR が高いところで上がってきたのでここから先はその PPR にあら,があ,らあらがうだけの高成長銘柄というだけが上がっていくかなと思います、まあ、具体的に言うんだったら YOY が45%以上の銘柄で Q1、q 中で成長力維持したものが まあ今後ね決算で上がっってていくのかなと思ってます実際もうすでにあの何銘柄かねトレードディスクとか、えー、ロックとかかなでねすでに、ね、あの新高値更新し始めてね決算に向けてね株価が上がり始めてるので、まあ他にもねあの9月の調整から回復して新高値を取って伸びていく銘柄というのがいくつか出てくるんじゃないかなという,ふうに思います。はい で注目領域は、まあ、とにかく、ねえー、とボラティリティも高いですし、結構落ちることもあるのかなと思うので、まあ、逆にそのもう今からその業績相場とかの方にも入ってくるので、とにかく低 PSR であのテック以外の領域っていうのを探していくのが今、タイミング的にはいいのかなというふうには思ってます。とにかく、ね、高い PSR には突っ込んじゃいけないので、ササーズ系の 銘柄とか本当、もう PSR もすっごい高いので、本当にもうなんか、もう PSR が高すぎてパンパンでいつ、いつ破裂してもおかしくないみたいな状況なので、やっぱそういう銘柄を入れていくよりかは、ヘルスケア、イコマ、反発需要、売店銘柄とかでね、PSR、できるだけ安いものを拾っていくのがいいのかなと、個人的には思ってます、はいで。やっぱトップバッターはヘルスケアですね、グロース銘柄において、あのテックの次に来るのはやっぱりヘルスケアだと思います。はい で特にバイデンが倒産したら、ね、オバマケアとか、ね、その保険の拡充というのはバイデンさんは進めているので、まあ、こういったところは必然的に、ね、恩恵を受けるセクターなので、まあ、バイデンが当選するときに備えてヘルスケアというのは結構いいヘッジになるかなと思っています。んけどもまず相対的にそんなにそな あの割高になっている感じがしない、すいませんち,ょちゃんと PSARE 見れてないんですけども、そんなにね、あの他の s a ズ s テックに比べて割高になっている感じはしません。であとは、えーと、コロナ禍における初めてのホリデーシーズンを迎えます、やっぱね、人々は街に戻ってはいるんですけども、まだ積極的に買い物を始めてないので、こ、まあ、今年はね、いこま、かなり盛り上がると思います。はい あのでイコマの企業とかも、ね、マーケティングをどんどん増やしているので、今年のホリデーはかなりイコマ盛り上がると思います。あのホリデーに10月、11月、12月とか、ね、クリスマスプレゼントを送ったりするんですけども、まあ、その時の特需に向けて、まあ、イコマを仕掛けていくのは、まありなんじゃないかなというふうには思っています。はい 反発需要銘柄、まあ、これはいわゆるバリュー銘柄とも呼ばれるやつなんですけども私はあくまでもグロス銘柄しかやらないというかできないので、まあ、このグロスの中で反発していこうそうなセクターっていうのをやっていくのがいいかなと思います。まあ、反発するかどうかを置いておいて一番いい例がウーバーとかなんですけどもウーバーって、ね、あのカーシェアリングなんでコロナにおいて、ね、真っ先にダメージを受けた会社ではあるんですけどもこれも徐々に、ね、ワクチンが開発されて、えー、徐々に徐々にこの 経済活動が上がってくると、徐々に徐々に Uber 使う人も増えてくるので、まあ、これが典型的な KPSR、えー、反発需要銘柄かなとか思っております。今、決してあの Uber を進めているわけじゃなくて、Uber が分かりやすいですよということで使いました。で先日、スクエアの記事を書きましたけども、これも私、あの反発需要の銘柄として一応狙っているものではありました。POS システム、ね、小売店に使われる POS システムは明らかに あの街の様子を見てても5月、6月ぐらいでそこを打ってあとはもう伸びていくだけっていう状態になったので、まあ、そういった面からでも、ね、スクウェアでまあタイミングがよか,よかったんじゃないかなと思いますでもちろんキャッシュアップとかもね、あのー、非接触でお金を支払うっていうニーズはすごい高いのでキャッシュアップもどん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 流行っていく局面かなというふうには思っています。反発のえね、えー、4, 5, とかは全然人って、あのー 街というか、外に出歩けなかったんですけども、789で徐々に人々は出歩けるようになってきたので、まあ、そうなってくると、次の決算、不動産テック関連、ジロとかですね、まあ、結構いい決算を出してくる可能性あるなというふうに考えていますで。そして最後にバイデン銘柄、まあ、バイデンが投資した時のヘッジとして、まあ、ちょっとあんまり詳しくないんですけども、えー、やはりヒットはクリーンエネルギー関係かなと思います、ここはちょっと私、調べる必要があるので、えー、個別の言及はしませんが、その辺がいいかなというふうには思ってます。 まあそのあとオバマ、オバマじゃないですか、バイデン銘柄といえば、保険、ヘルスケア関連ですね。やっぱオバマケアっていうのをね、すべての国民に広げようとしているので、まあ、その関連で、保険とか製薬、病院関係とか、恩恵を受けるのかなというふうには思ってます。まあ、これは実際に変えるかどうか分からないんですけれども、調査だけはあのしておこうかなというふうには考えてます。はい、続いて銘柄別ですね。 えまず売却したものからペイパルドックサイン a z o n の一部、えー、メルカドリーブでオントラックを売りましたでペイパルは、ね、これ半年ほど持ってお気に入りのメ柄だったんですけども、まあ、その過去半年ぐらいの伸びを見て、ね、明らかに同じセクターのスクエアに、えー、パフォーマンスが負けているので今回の調整の時に、えー、ペイパルを全部売ってスクエアに全部突っ込むみたいなねそういう感じの行動をとってましたドックサイン、決算良かったですねいい会社だと思いますけども あの決算直前で本当にもう株価が上がりまくったので、もうちょっとなんか条件反射的に利確をしてしまいましたというのが正直なところですね。でえー、と調整が入った後もまも、あ、結構、決算が良かったので入ってもいいかなと思ったんですけれども、まあ、ここから先は YOI50% がないとね、この高い PSR だったりとか、まあ、バリューに資金が流れやすいあの環境とかに,かにおいて、なかなかその厳しいかなと思って、えー、と再度入ることはしてません。 はい、でアマゾンの一部ですねで、アマゾンは今回ガハムが売られまくったとっいうこともあるし、成長力もまあまあ40%だし、まあ、何かとガハムっていう理由だけで、ね、売られていくのかなと思ったので、基本的には好きな銘柄なので、まだ持ってるんですけども、ちょっと一部を、ね、売って、他のグルース銘柄を振り替えました。ミ、えー、ルカドリブレ、えー、南米大陸の e コマースなんですけども、ちょっとこれは、ね、エッジと,、えー、とシー・リミテッドに比べれば、あのー すね。シ、え、リ、ー、メイトとかエッツに比べればあのねちょっと政治力が弱い企業であるので今回は一旦ねあのうまく乗れなかったですとかですねでオントラックもねちょっとなぜかとある結構これはいい銘柄だなと思ってたんですけどもちょっと9月の暴落相場で 一回なんか16%ぐらい落ちることがあって、そこでロスカットに引っかかって、まあ、前から経営陣が怪しいとか言われてたので、ちょっとうん、まあ一旦触るのやめとこうかなというふうに思ってる次第です。はい。ポートフォリオはこんな感じですね。まあ、ズームとペロトンがもうめちゃくちゃッケーですね。ズームペロトン依存ポートフォリオになってしまいました。その他、アマゾン、リボンゴ、ファストリー、エンビディア、スクエアと続きます。スクエア、シーリミティット、エッジ、クラウドって感じですね。 で api こんな感じでむ、なんかだんだんね、あの含め期が増えてきてね、なんか期待できる1軍というのも増えてきましたし、2軍もいい感じで座ってるので、私としてはなかなかいいバランスでポトリを育てられているかなと思います。1軍は今5名からですね、基本的にあの決算超えないと、この1軍という扱いには私はしてないので、まあ、ちょっとね、9月。 一軍、ドックサインとペイパルを売ってしまってから下がってしまったんですけど、数自体は。それでもね、この5銘柄は一軍として持ってます。まあ、結構前から持っているので、まあ、NVIDIA を除いてね、結構あの含みは乗ってきてる方かなというふうには思います。ペロトンはすごく乗ってますね。はい、そして二軍。まあね、ズームなんかはもはやちょっと扱い的には1軍なんですけども、一応決算を超えてないので、決算を超えるまでは二軍に入れておこうかなと思います。 でクラウドストライクも実は、あの、決算前に売って、決算後に買い戻したっていうね、そのトップで売って、ボトムで買うみたいな、そういったことをやったので、一応今、なんですか、見た目上の含み益は11%しかないので、これも一応2軍に入れときます。はい。アゴラね。アゴラは次の決算見るまではちょっと分からないですね。で、スクエア、エッジ、リシー・リミテッドも同じくです。まあ、それぞれね、10%近くね、 あの含めケは持ってたんであの、なかなかいいスタート切れたなと思うので、これね、ぜひね、次の決算まで丁寧に持っておけたらいいなというふうに考えてます。はい、で今回、分析テスト中の銘柄はなしですけども、10月にはね、1件か2件、先ほど言ったあのヘルスケア、さっき何て言ったっけ、ヘルスケア、イコマ、イコマはもう持ってるんで買いますだけですね。ヘルスケア 反発需要、マイデン銘柄、この中から、まあ、その実験テスト銘柄に1、2銘柄、そしたら3銘柄ぐらい、本当に小さな保有率で入れるぐらいかなというふうに考えてます。であとね、実は調整後から ETF を積み立てています。はい、ARKK、イノベーションファンドですとこですね、キャサリーのところですね、やっぱあの選定が結構いけてるので、まあ、ARKK は今、 10月までに保有率7%になるように、ねえー、定期的に買ってます。FNGU、これはそのファングマン系の,10倍のレバあ、まあ、3倍のレバレッジをかけてるんですけども、まあ、ガファム、そして、えー、とツイッター、アリバババイドゥとかね結構キラキラの企業10個だけ詰めてで全部それ,それぞれ均等に10%ずつ持って3倍のレバレッジをかけてるということなので。 あのーまあ、この AR k で FNGU は、えー、積み立てています。ただ FNGU に関してトラバの要請を受けて、とりあえずまあさっ先で売りましたけども、またタイミングを見て入っていきたいなと思います。はいまあ、その他適当に思うこととしては、やっぱりグロスはかなり割高の水準に入ってきました。9月の調整で一旦割安かなっていう水準になったんですけども、まあ、それ以降、また反発してね。 暴,あの暴落前の水準に戻した銘柄だったりとか、新高値を取った銘柄というのはかなり PSR 高くなってきてますので、PSR だけを見てると、まあ、いつ調整が来てもおかしくない PSR 感ではあるかなというふうには思ってます。はい、あで、えっと、この割高なんですけれども、まあ、パターンとしては決一応、私の読みとしては、決算までにあともう1回ぐらい。 あの調整があるんじゃなないかなと思ってますそれはやっぱトランプとかバイデンとかのいざこざというかねそれ絡みで何か事件で売られることがあるんじゃないかなと思ってますはいでもしか売られないにしてもこのまま高い PSR が張り付いていったらまあ良い決算を出しても売られるっていうねおなじみの現象になるのはこの2つのストーリーが考えられるかなと思います、まあ、いずれにせよね相場もそんな良くないしグロースも割高だしねまあ10月って慌てて入る月でもないのかなというふうには考えてます であと,、ねえーとまあ、適当に思うことなんですけど、ヘッジっていうのはちょっとやってみたいですね。今回あの、トランプのコロナの要請を受ける前に、SQQ っていう銘柄を、ね、ちょっと1000円ドル分ぐらい買ってたんですけども、もやっぱね保険料だなと思います。あの基本的には上昇局面において、これらの,あのベア型の ETF って価格がずっと落ちていくんですけども、ただ、一旦暴落とか調整が入ると、ぐいって上がるので、本当、保険とかね、 あのリスクヘッジみたいな考え方なのかなと思うので、まあ、SQQ をはじめねこのブタコさんが挙げてくれたこの3つの、えー、ペア型 ETF っていうのをうまく使えていけたらいいなというふうに思ってます、えー、あとは気になり銘柄ご覧の通りですちょっと YLA はねちょっと木金あたりでいきなり話題になったのでこれは記事化としてねぜひ見てみたいと思いますそのあと HSE とかは、えー、と私の今の2軍,2軍の一番の一押しなので9月の 調整で主んと仕込んだ銘柄なので、この辺はちょっとねあの、いつか記事にしていきたいなと思います。あと、不動産関連ね、これ、反発需要なんで、これもできたらいいなと思ってます。はいえー、ブログ YouTuber、皆さん、本当にありがとうございました。続いて5000人も増えました、本当にありがとうございます。えー、2万人に行きましたけども、2万人、えー、とありがとう企画っていうのは、ね、ちょっとささやかながら企画してるのでね、そちら、えー、見てもらえればと思います。 でブログも PV が3万増えました。YouTube 登録者数も1690増えました。とということで、ね、本当に皆さ,ん、ね、本当皆さんのおかげです。いつもありがとうございます。えー、と引き続き、ね、良い情報発信は気をつけて頑張っていこうと思います。はいでは、ね、今日長い記事になりましたけども、まあ、情報的な開通までいったので、こんな感じになります。チャンネル詳細欄に、ね、ブログの記事も貼ってあるので、ね、あの細かいところをぜひ見たい方は、ぜひブログに行っていただければなと思います。はい では、えー、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。